スポーンポーン。さあ次の話題に行きましょう。次の話題に行きましょう。何、はい、かありましたか今週ですか。うん、あとはあの僕思い、まあまあ今週というかこの何週間かのビッグニュース、あとはまあ田口淳之介さんの土下座。土下座。ああ土下座ね。ああ、僕すぐ思いましたね。0点。なんでですか。僕はね、あの映像もちょっと見ましたけど、僕も生で見、あの生で生のやつ、あのアベマで中継してたんで見てました。いや、なかなか衝撃的というか、まあちょっとあの芝居によってんなみたいな、そうそうそう、パフォーマンス寄りだなっていう感じはしましたけど、別にいいんじゃないですか土下座して。ね、いや、パフォーマンス寄りだなっていうか、パフォーマンスでしかなかったよ俺にとっては。あ、なんか確かに、いや、もっと芝居上手かったら、うん、もっとなんていうんやろ、焦燥してて疲れててっていう、いや、だから続いたからやと思う、余計やと、続いたから余計やと思うんだけど、続いた、うん、そのピエール滝と続いたやん。ああ、はいはいはい。でそこらと比べてしまうから余計やねんけど、はいはいはい、いや意外と元気やんっていう、あしっかりしてるやんっていう感じが。ピエール滝さんの時はまあまあ結構立ちで謝ったみたいな感じでしたっけ、うん、そう、見ましょうか、はいはいはい、ピエール滝の時は、うん、あのね、声の出し方、声の作り方が全然違うの。ま、立花さんの今の言い方で言うと、うん、ピエール滝さんの方は本音を言ってるように聞こえた、っっで、ね、うん、でそれと比べて、うん、田口さんの方は良くなかった、ちょっと芝居してるやんみたいな感じだったということですよ。じゃあちょっと見ましょうか、うん、これ全く映らないんですけど、ね、いや大丈夫です、ラジオですから。あ、そうそうそう、これピエール滝さんが今ね、警察の方と一緒に、はい、今出てきました、出てきました、出てきました。さあ喋るんでしょうか。黒いスーツ、黒いネクタイ、髪型もちょっと疲れた感じでしょ。ああ、そうですね、うん、七三で、そう、一礼して前に歩いてきました。この度は私ピエール滝の反社会的な行為により大変多くの皆様の方に迷惑とご心配をおかけしてしまいました。誠に申し訳ございませんでした。うん、で深々と一礼するとね。うん、うん、負けんなよっていうね。でもこのとこにケンタウロスとかおったんやろ。え、どういうことですか。昔そのなんていうの、電気グループのそのパフォーマンスでそのケンタウロスの着ぐるみとかを着てやってたのをそのオマージュというか、ファンの人が頑張れよっていう意味を込めてですね。そうそうそう、ケンタウロスがおったらしくて、はい、ちょっと半笑いになってるみたいな話はありましたけど、でももうこういうことですよ。あ、もう真摯に ね、うんうん、じゃあこれと一方です、まあ確かにこれはピエール滝さんのね、思いがしっかりと出てるというか、そうでしょ、ちょっとなんか緊張したところもあるし、うん、ちょっと疲弊した感じも ね、うん、ありますよね。じゃあ、はい、元メンバー、うん、田口さんですね。田口さんなんですよ、うん、ちょっとワンダの CM 一旦ワンダの CM 挟みますけど挟みますけどね、5秒待ってくださいみたいなね、いますか、スキップしますか。スキップしましょう。あ、スキップしますか。報道陣の前に歩いてきました。あ、これは全く場所も一緒ですかみたいな。湾岸省でしょ。あ、綺麗、湾岸省、綺麗に顔整ってますね、やっぱりね、うん、髪型もきっちりしてね、うん、なんかそう、主役みたいな。そう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 。心より深く
お詫び申し上げます。ほんまに反省してんのかってちょっと思わへん。金輪際大麻などの違法薬物、そして犯罪に手を染めないことをここに誓います。しばらくの間、私自身の芸能活動は休止とさせていただきますが、しっかり更生し、罪を償い、一日でも早く皆様からのご信頼を取り戻せるように必死に生きてまいります。どうかこれからも皆様からのちょっとね泣き入りましたね、うん、何どうぞよろしくお願い申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。なるほど、0点です。なるほどね、土下座ですね。ここでこの土下座はマジでいらんよね、うん、と思って。なるほどね、うん、うんうんうん、なんやろうね。今報道陣の前に歩み出て、まあ、こういうことです、うん、地面に手をついて土下座しました。いや、こうするしか、うん、この人にはこうするしかなかったのかもしれないけど、うん、不安だなと思う。この先大丈夫かなって。ああ、逆にね、うん、あすごい思ってましたね。確かにね、うん、で、今日ツイッターの記事で読んだんですけど、はいはい、あの薬物依存とかってそんな簡単にやめれるもんではないっていうのがあって、うん、なんかやっぱりまたやってしまった、でまたやらんようにしようっていうのの繰り返しなんだって。だからその二度とやりませんって言うっていうことの方が恐怖で、おいやまたやってしまうかもしれませんって思ってる人の方が大丈夫やねんって。へー、要はなんて言うんだろう、人間ってそんなに完璧なものじゃないって自分で分かってるから、そのやってしまうかもしれない、やってしまうかもしれない、あでも今日もやらずに済んだよかったの繰り返しが薬物依存、薬物から抜け出すその人のなんか道というか、そういうことが多くて、なんかこう絶対にやめますとかって言う人に限って、そのやめますって言っちゃったからこそ、その自分にプレッシャーがかかってしまってやっちゃうとか、なんかパーンって跳ね返りがひどいみたいなことが多いらしくて、じゃあダメじゃないですか。ダメなんですよ、はい、だからその、ま、ネットのアベマの記事で読むと、うん、その清原さんが講演でおっしゃってたコメントがあるらしくて、はい、清原和弘さん、そうそうそう、はい、やめましたという方もいらっしゃるが、僕はそう言い切れないと、はい、今日もやらずに済んだ、今日もやらずに済んだの積み重ねなんですっていうとか、あと俳優の高知昇さんが覚醒剤で捕まった時に、後半でやめられますかと尋ねられた時に不安ですって答えたらしい。でもそれを聞いて支援者の人は、この人はやめられるなと思ったらしい。逆にだからその怖い、不安だ、だからこそ誰か助けてくれって言える人、人を頼れる人はやめれるけど、やめます、大丈夫です、やめますって言って、その逆に自分でそうやって決めてしまう人の方がやばいみたいな、へー、反動ですね、うん、あるみたいで。なるほど、ちょっとね危ないな。いやでも、いやもう見てわかるやん、まあ確かに芝居がかってる感じですね。芝居がかってるんですよ、 100% 芝居がかってて、はい、まあそれしかできひんのかもしれなくて、はい、そのまあまあもともとジャニーズだという、その自分のブラン、癖がついてる、癖とか自分のブランドもあるじゃないですか、うん、だからその表現者というよりは、そのなんやろうな、プライドなのかブランドなのかみたいなところで、うん、なんか
まだその自分を保とうとしてて、なんかすがりついてるような気がしたんですよ、うんうんうん、ピエール滝さんはもうただごめんすいませんっつって、うん、でなんか別にカッコつけることもなくみたいな風にやっぱりこう比較してみると余計に思う、ね、確かに。だから相当違いますねこれね、うん、あれは僕は田口さんは良くない、うん、良くないというかなんかあもう一回やるなっていう。あまあでもその会見の仕方、まあまあ別にね会見の仕方だけじゃないですけど、うん、そう思ってるからそうなっちゃうっていう会見の結果だと思うんですけど、うん、これ難しいですよね。何が正解か分かんないですよ。いや正解か分かんないけど、うん、やっぱりこの田口さんのこの会見見てると、うん、全く信用できないじゃないですか。そうそうなのよ、うん、いやだから裸になってるかどうかやと思う。でそれに自分が自覚してるかどうかやと思う。多分自分は自覚ないと思うね、あれもしかしたら。あれが正解やと思ってると思うね。なるほどね。で自分はちゃんとやったと思ってるかもしれへんね。例えば、まあ、あの長い髪をね、うん、坊主にしたとしても一緒それパフォーマンスだとしたらあんまり変わんないですよね。いや坊主にすることなんて何の意味もないから、意思表示じゃないからそんな、うん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 、余裕あるやんってなるから、坊主にする余裕あんねやって。あーなるほどね。あそこまで考えてなかったですね。そう坊主にすりゃいいというかと思ってました。いやそんな罰則として坊主にさせられるは、うんうん、なんかわかるけど自分から坊主にしますは何の意味もないよ。だって別にそれが直接今後の活動につながっていくわけじゃないやん。うん、それってほんまにその場のパフォーマンスというか意思表示なのかもしれないけど、うん、それって別にその未来への保証では全くないからないですね。確かに。えでもなんかあの誰か坊主にした人いたけど、ね、我々の、ね、レベルの中でも、うん、例えば大きな仕事のミスというか、うん、したらまた坊主にするみたいなたまにいるんですよ。自分からいや言われてなのか。いやだから言われて坊主にするのと自分から坊主にするのって全然意味が違う。え違います。だから言われて坊主にするのは罰として受けてるわけやん。はいはい。でそれを甘んじて受けることによって私はそこに反省をしてますっていう。ああそうか。言われて受けるっていう意味やん。あでも自分から坊主、誰も言ってないのに自分から坊主って言ったらパフォーマンスや知らんやんってなる。パフォーマンスやってなる。そういうことや。そうか。だから言われてやんのと自分から坊主するのは全然意味が違うから。ああそうか、なるほどね、うん、そこの違いは絶対あると思う。だから誰も土下座なんかしてくれって言ってないのにいきなり土下座するっていうのは、ね、土下座したら何かが許してもらえるんでしょっていう思いがある。土下座というものは謝罪の最大のものなんだみたいな、なんかそういうなんか観念というかがあってなんか働いてるんじゃないかなと思って。だから半沢直樹の最後の土下座とは全然意味が違うってことですね。違いますよ。大和田常務がそうそうそう、ガガ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 ってここでなってたらあこいつ本気かなって思ったかもしれへんけど、ガクガクじゃなくてスパーンスパーンやからもっといやあれもおかしいですけど、あれも誇張すぎて、あれはもう気違いカマキリおじさんの犯行ですかもうおかしいんですけど、でもそうやねん。だからで綺麗すぎるっていうか、だからなんて言うんやろうな、計算してたで言葉とその動きが、うん、緻密に何回か練習してるなみたいな、リンクしてるっていう、自分の中で何回かこうイメトレしてんなっていうのがすごい分かるし、なるほど。いやほんまはだからあの本場はっていうのはどうか分かんないけど、やっぱり人間のその腹の底から裸になってただ謝ろうって思って動いたっていう動きではないよね。あそのなんか高校のタイミングでこうしてこうやって言って喋ってっていうそのハートの部分じゃなくて側の部分の計算が見えるというね、あの作られた感じやなって。声の出し方とかもやっぱりすげえ綺麗に発生してて誰にも届くようにしててみたいな、なんかそっちを優先しているというか、うん、表現の分野で言うとやっぱりその時に本当に自分の中で反省してて憔悴しきっててってなったらそこまで声は出ない
んじゃないかとか、うんうん、なんか届けようとしてるんだけど心に届けようとするんじゃなくて、なんか耳にパーンってこう、うん、なんて押し付けようっていう感じがして、人に押し付けようとしてる、うん、なんかこうあのさ、でこう心にその人のそこにストンってこう伝えようじゃなくて押し付けようみたいな感じがあって、なんかうんうん0点と思って、ね、ああなるほどね、まあ演劇論的にも0点という、そう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 ですね、なるほどと思ったかと思った、そうドラマであんな使われへんやし、あんな芝居は、なるほどね、舞台でやれば、まあ、まあ舞台でやったら面白いかもしれない、ああみたいな、なるほど、ところはあ、そういう目線もあるんですね、僕はそうやって見ました、ね、いやいや確かにパフォーマンス感はめちゃくちゃありました、うん、なるほど ね、だからうわこいつやばと思って、僕は思ったけどね、見た時に、なるほどね、0点ですよね、うーん、だからそれをやっぱ見抜けないのはやっぱしんどい、いやまあ見抜いてんねんけどみんな、いやそれはもうこれは感じるとこありますよ、動物的なところで、うん、そうそうそう、本心じゃないよねっていうのは分かります、分かります、それはでもやっぱり作為的に自分のなんかコントロールが入ってるなっていうのが分かるから、本心じゃないっていうのはやっぱコントロールしようとしてるっていうのが見えるから、いやそういう心理学の勉強してるんですか、してないです、演劇論でだけですか、演劇論です、演劇論、あすごいですね、めっちゃ分かりやすいですね今の、あ、そうですか、おうおう、僕演劇やってて、そう、あ、演劇やってらっしゃる、演劇ちょっとだけやってるんだ、あ、そういうのやっぱ意識してやっぱやってらっしゃる、そう、そうです、ね、あ、勢いだけじゃなく勢いだけのことが多いのことが多い、まあでもすごい分かりやすかったですっていうところは、おまきばです、ポンポン。